すごいって。オラコマエスタス、皆さんおはようございます。奇跡です。今日ですね、ワラスで最高の湖を眺めに行こうということでですね、現在、時刻朝6時半でございます。現在私、ペルーはワラスという町に来ておりまして、昨日はですね、ワラスの町並みを観光しまして、今日はワラスといったらやっぱりここでしょ、湖に行きたいと思います。まあ、今日行く湖はですね、ラグーナ69ということで、まあちょっと名前もね、僕好みかなということで、そこの、湖にたどり着くには、まあ、現在標高 3000m 超えのところなんですけど、それ標高4000何千 m ぐらいのところにある湖でして、むちゃむちゃ綺麗らしい。写真見たんですけど、大ベグリ。まあここ、あの僕、まあ、カナダに住んでたんでね、まあ、カナダといったらバンフ、バンフでね、いくつも湖を見てきまして、まあ、あれを超える絶景をね、まだ出会えてないと。ただこのラグーナ69がそれを超えるんじゃないかというですね、期待を私抱いております。ということで現在ですね、6時半ということで、これから山に登っていくんですが、その山の麓、公園の入り口までがですね、1時間半ぐらいバスでかかるんで、今からこうコレクティブに乗ってそこまで行って、約3時間ぐらいトレッキングですかね。そんぐらいぶち上がって、山にぶち上がって、最高の景色を眺めに行きたいと思いますので、皆さんチャンネル登録高評価を忘れずに、今日も楽しんでやっていきましょう。あ、これ僕の朝ごはんですね。はい、ということで、コレクティブを無事見つけることができて、発車することができました。ということでね、こっから1時間半ぐらいですかね、その麓の入り口まで行くっぽいんで、そこまでバーモスしていきたいと思います。バス非常に激しいです。縦揺れ激しいですね。はい、ということで、今入り口ですね、公園の入り口でチケットを購入することができました。1人30ソルです。いい値段ですね。まあ、外国人が30ソルで、地元の人だと、5ソルと6分の1の値段ということで、さすがにこの顔ではペルー人とは名乗れませんでした。ということでね、もうちょい車で上がって、そこからハイキングスタートみたいな感じですね。はい、ということでここからですね、まあ音楽、ミスター・チルドレンを聴いて、ここからぶち上げていきたいと思います。それではハイキングまで車に乗っていきたいと思います。すいません、これが車窓、車の後ろからの景色っすね。快晴も快晴よ。で、湖と、ちょっとね、まだまだ着かないんですよね、実は。トレッキング開始ポイントに到着いたしました。見てください、後ろにもう片鱗が見えますね。ということで、ここからガツガツ歩いていって、湖まで突っ走っていきたいと思います。それでは行きましょう。お伝えし忘れましたが、現在標高ですね、こちら3900m ですね、3900m。まあ、この奇跡史上、いや奇跡の日々初の 3900m 超えの撮影、まあ、これがいかにどこまで息が上がらずに喋れるかというのが今回僕の、ミッションになりますが、思ったより道平坦そう。現在こんな感じ、ここ自然の音を聞きながらね、まあ、ガンガンハイキングしていきたいなというふうに、思っております。すげえマジ自然、えぐ、滝だ滝、うわー自然やな、めっちゃネイチャーやん、この流れの速い滝。ということで、湖まで、なんかトレッキング3時間ぐらいって僕最初言ってたんですけど、なんかワンチャン早ければ2時間ぐらいで行ける的なこと言ってるんで、2時間で行けるんだったら僕30分で行けますね。わー自然エグ、いやちょっと今心だいぶ踊ってるから、みんなちょっとカメラの向こうの皆さんも多分感じ取ってると思うんですけど、まあ、僕こう見えて自然好きなんですよ、シティボーイなんですけど、シティ育ちなんですけど自然大好きなんで、こういうのバイブスめっちゃ上がるわ。
てかえぐ、この絵やばない、これサムネやん、すげえ。小川の流れと、わあここで俳句読みてー、わかる、ここで俳句読みたい気持ち。おろ奇跡、いつもいつまでも腹が減る、うん、五七五っすね。いやいいんじゃない、うわーめっちゃいい、綺麗、水めちゃくちゃ綺麗だよ、天気も抜群だし、うわーええやん、野生の牛や、そりゃ動物たちも楽しいよな、こんな綺麗なとこに入れたら。やっぱさすが標高3900といったところですかね、若干やっぱり酸素の薄さを感じるっすね、うん、まあでも大丈夫っすね、まだ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 大丈夫、生きててよかった。これ今俺蹴られたら死ぬけどね、うんこだけしないでくれ。オッケーオッケー、さあどんどん歩いていきましょう、360度絶景よ、最高だ。ちょっとフォルムチェンジしました、暑すぎるっす、日差しが暑いので、下も短パンに切り替えてガンガン上がっていきたいと思います。喋りながら登るときついよ、わお。そう、標高が3980m、もう4000m ですね。あー、これあそこから流れてきてるんかな、ちょっと触ってみるわ、うわ冷て、めちゃめちゃ冷たい、飲んでみようと思います、うまっ、うわキンキンに冷えてやがる、ワラスの水うまいぞ、あんなところからな、だってこれ氷河の水だもんな、いやーすげー、よっしゃ、ちょっとねだんだんこう坂の勾配が出てきましたね。なんだかんだ中米から南米にかけて高地に、いたおかげもあってね、まあ高山病とかそういうのも全然なくて、わお滝だ、滝の後ろに氷河、雲の流れが速い、いえ初めて見たよこんなの、バンフでも見たけどまた全然違う、上がってきてるよ、見てよなんだよこの景色、やばー、360度、もう何回今日行ってるか分かんないけど、レディーガガの Hold My Hand を聞いて、もう僕の中のねこうエナジーがすごいことになってる、この景色を見ながら Hold My Hand をね聞くとやばい、もうぶち上がる、標高4270m まで来ました、順調順調、みんなここで休憩してエネルギーを補給して、あら来た、目的地ラグーラ69まで残り 3km、 はあだんだん息が切れてきた、よいしょ、はあよし、この山を越えていくぞ、これを越えていこう、行きます。さあさっきの一山越えて小さい湖にたどり着きました、皆さんこの反対側すごいっす、見てください、すごいって、幸せすぎるわ、すごすぎてにやけちゃうわ、うわーわーうわちょっと逆光だけど、ここからねあと湖までは、1時間ぐらいらしいんで、頑張って引き続き歩いていきます。今パン1個食べてエネルギーチャージしました、頑張っていこう、いやありがたい、一瞬平坦になってるな、一瞬平坦になったということはこれは走るべきだ、高地トレーニング、高地トレーニング、走れ走れ、この縄に切った体を
氷河に向かって、わあ。でもやっぱ歩いてゆっくり見たいわ。日が出てきた。いや、天気も最高だよ。よっしゃ、標高4400m、人生で一番高いとこ来てる。もう後半、今ここら辺は結構まっすぐだからいいね。ここら辺とかさ、なんかいるんじゃない、なんか生き物ないかな。水冷た、水めちゃくちゃ冷たい。ちょっとどっかで水分補給したいな。うわ、でっけえ空が、地形もここにいると滝の水しぶきがかかってくる。残り1キロ、おそらく非常に険しい。ただまあそんな今んとこぜいぜいハーハーは大丈夫ですね。マジでぜいぜいぐらいですね。はい、もう体力がないよ本当に。ほんとこれを超えるんだな、これを超える。 OK、 よっしゃ行こう。残り1キロ、いっちゃうきつい。残り1キロ、えぐい、えぐい角度。ラストスパートだ。うわ、少し目に入ったよ。きたー、よっしゃ、あと少し。それじゃあ皆さん、到着しました。ラグーナ69、こちらです。わー、きたー、すげー、めちゃくちゃ綺麗だわ。綺麗だなー、あの氷河が流れ落ちて行くと。ちょっと他の角度も行ってみようか。いやでもここすげーな。マジで囲まれた中だよ、囲まれた中にこの湖があるんだよ。めちゃくちゃハードワークしてたどり着いての湖。はい、ということで、それでは、湖の水を触ってみましょう。めっちゃ冷たいんじゃん。うわー、過去一冷たい、過去一冷て。うわぁ、クソ気持ちいい。うわ、水色だよ。あー、コイズブローだ。クソ気持ちいい、エグい、エグいわ。もうちょい、じゃあちょっと上の方に行ってみて、水を 見渡すか。いや、バーフの湖も綺麗だったけど似たような感じ。だけどここはなんか、いや、ここまで僕は2時間20分かな、2時間20分ぐらいで湖にたどり着くことができまして、その価値があるっすね。標高 4160m に位置するこのラグーナ69。これなんで69かっていうと、ワラスにはたくさんの湖があって、この湖がこう名前付けられたのが、まあ、なんか69番目だから、ラグーナ69になったらしいんだよね。だってもうすげえもん、これはマジで見たことがないよ。あそこの氷河からさ、水がダイレクトに流れてきてんのがもう見えるんやもん、あそこが。であれ滝でしょ、であそこにも氷河があるじゃん、これ、あそこは溶けて流れてんのよ。雲が出てきたからね。このターコイズブルーに見えるのはこの太陽の、光の加減がすごい大事だから、こうやって曇っちゃうとあれなんだけど、これがピーカーに晴れた時ね、最高だわ。結構俺湖オタク説あるかもしれない。湖オタク説あるかもしれない。いやー、ここまで頑張って登ってよかった。まあめっちゃきついかって言ったら、めっちゃきついわけではないですね。きついっすけど、2時間ちょっとのトレッキングなんで。でしかもまあ途中もさ、
まあめちゃくちゃさ景色いいし、いやワラス来てよかった。本当はねワラス来る予定なかったから、いや全てはタイミングとその場の決断よね。勢いと決断だ。ワラス今もうこの標高 4600m だけどさ、もう全然俺さトレッキングはする予定なかったから、装備がないからこんななんか海に行く格好でさ登山してるけど、あれ無理余裕っすね。あー太陽出てきた、太陽出てきた、太陽出てきた。わーお綺麗だ。はい、ということでこの絶景を見ながら、みかん食べたいと思います。ちょっとビタミン C をチャージします。じゃあいただきます。ずっと眺めてられるわ、ええー、なー。なんかわかんないけどね、なんかわかんないけどこの湖のこの石の上にこうやって石を積み上げてるんですよ。あそこもあそこもここもあっちも、これなんか意味あるんですかね。ちょっとわかんないですけど、てかさ、てかマジペルやばいよね。ペルやばくない本当に。なんか全て、てかなんか僕数日前までアマゾンジャングルいたんですけど、今こんな氷河の中の湖にいるっていうね、すごないペルー。ちょっと寒いんで上着着ました。ペルーのペルーえぐくね最高ですよ本当に。とりあえずね、ちょっともうちょいこの時間を楽しみたいと思います。はい、ということで最高の絶景を拝んで最高の時間を過ごすことができました。いやーよかった、これは登る価値あるっすね。まあ本当ね、人によっては本当にしんどいと思うし、結構ね標高も高いし大変だと思うけどね、ぜひワラス来た際は登ってほしいなというふうに思います。そろそろね、帰りのバスが終わってしまうので悲しいですが、そろそろこの湖ともお別れとなります。ということで皆さん、最高の景色とともに本日の動画終わりたいと思います。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow.